ステイ・ン・シアトルは日本の競争場。主な価値倉は2017年の成ルオ記念。2011年1月にノーザンファームにより生産され、同年セレクトセール搭載部門にて、青芝商事が2415万円で落札された。ノーザンファーム空港牧場では重心の低い走りができており、高い能力を持っていたと評価する一方で、入球を前に、 膝の手術するなど、足元が弱いとされていた。2014年4月12日、福島競馬場の未勝利戦でデビューし、2着に小馬審査をつけて勝利する。続く、京都新聞杯で15着に終わった後、屈腱炎を発症し1年7ヶ月にわたって、休養する。2015年12月27日の500万。 下条件戦で復帰して2着とし、2016年1月の復帰2層目で2勝目を挙げると、2月の1000万、下条件特別のカスガ特別でも、先手を取って連勝。4月の1600万下戦下鴨ステークス7着の、後休養し、秋のジェンティルドンナメモリアルで、当選ビクトリーの2着とした後3旅休養に、入って、休み明け初戦となる2017年2月の、 天川崎ステークスでアドマイア絆を首差しりぞけて勝利し、オープンクラスに昇級する。オープン初戦の4月の福島民放杯は6着だった。ものの、重賞2度目の挑戦となった、ナルオ記念では、単勝3番人気に押され、花を奪って逃げの手を打ち、追い込んできたスマートレイヤーを首差しりぞけて勝利し、重賞初勝利を挙げた。続く、 箱館記念で15着に終わって後休み休みでレースに使われ2018年の新潟対商店では鈴鹿デビアスの2着2019年以降は4戦していずれも6着以下であった2021年1月21日付で競争場登録を抹消された引退後は滋賀県高架市の高賀ファームで乗馬となる以下の内容は ジャビスサーチおよび netkeiba.com に基づく。ABCDEFGHIJKLMNO、ステインシアトル、ジャビスサーチ。www.jbis.or.jp。2020年4月9日閲覧。ステインシアトルが競争馬登録抹消。日本中央競馬会。2021年1月21日閲覧。 AB ステインシアトル競争成績。ジャビスサーチ。公益社団法人日本軽手場協会。2020年5月13日閲覧。売却成績、セレクトセールサラブレッド搭載。ジャビスサーチ。w w w j b i s o r j p 2020年4月9日閲覧。ABC ナルオ記念 G3 重賞ウイナーレポート。 競争場のふるさと案内所。uma-furusaeto.com。2020年4月13日閲覧。先週の勝馬祭典ステインシアトル。予想を tb、サンスポー、com。2020年4月13日閲覧。カスガ特別、ステインシアトルが先手を奪って連勝。ニュース。中央競馬実況中継競馬実況ウェブ、日経ラジオ社。 2020年5月13日閲覧。天ヶ崎さ S、ステインシアトルが、マイペースで押し切る競馬ニュース。netkeiba.com。2020年4月13日閲覧。なるお記念、ステインシアトルが逃げ切り重傷発生派、ニュース。中央競馬実況中継競馬実況ウェブ、日経ラジオ社。2020年5月13日閲覧。なるお記念、 ステインシアトル VEK 氏、竹豊歌を絶賛、神記上ですね。www.sponichi.co.jp2020 年4月9日閲覧。新潟大商店、鈴鹿デビアスが、重症発生派、ニュース。中央競馬実況中継競馬実況ウェブ、日経ラジオ社。2020年5月13日閲覧。 17年なるお記念の勝ち馬、ステインシアトルが抹消滋賀県で乗馬に、スポーツ放置、2021年1月21日閲覧。ステインシアトルの競争成績、ネトキバ、ネットドリーマーズ仕様、リミテッド、2020年5月13日閲覧。ABC、ステインシアトル決闘情報、5大決闘表、ジャビスサーチ。 公益社団法人日本経手は協会。2020年5月13日閲覧。ステイ・ン・シアトルの決闘データ。競馬ラボ。2020年5月14日閲覧。ABC ・ステイ・ン・シアトルの5大決闘表。ネトキバ・ネットドリーマーズ仕様。リミテッド。2020年5月13日閲覧。ありがとうございます。